はい、皆さんこんにちは、トリーです。大変好評でしたインドネシア語講座、今回は3回目ということで行いたいと思います。また、この講座手伝ってくれるアンナちゃんです。よろしくお願いします。で、アンナちゃん毎回、お話してますけど、普段は、プリヤタンのティルタサリという劇団で、バリ舞踊を踊ってます。またもしウブドに来られることがありましたら、ぜひティルタサリの方で見てやってください。はい、では今回の授業なんですけど、アルファベットをちょっとお勉強したいと思います。ということでこんなのを作ってきました。でね、日本人は基本的に英語を習うんで、こういうアルファベットを見ると ABCD っていうふうに発音しますけど、バリはインドネシア語ですので ABCD って発音とはまた違ってきます。ですので今回はこのインドネシア語の ABCD、 これについてアンナさんに発音していただこうと思います。では早速、順番に行ってみたいと思います。はい、あ、どんどん言って。ベ、チェ、デ、エ、エフ、ゲ、ハ、イ、ジェ、カ、エル、エム、N、はい、O、P、Q、R、S、T、U、はい、F、V、X、Y、Z。 はい、ね、このように ABCD じゃないんですよってことをまず、十分理解してください。で、この ABCD、アベツエデの中でもね、特に難しいの、注意がいるよっていうのをピックアップして、お勉強したいと思います。はい、まずはこれですね。E と A と A。はい、お願いします。E。はい。A。はい。A。はい、これね、何が難しいかというと、日本人は英語を勉強しますので、この文字出されたら、I って言っちゃうんですよね。でも I でなくて E、はい、で E って聞くと日本人はね、この字を思い出すんですよ、はい、これは A、 A ですね。で A って言うとこの字を思い出すんですけど、これは実は A、 はい、 I が E で E が A で A が A なんです。ややこしいでしょ。特にですね、なんかこうチケットの番号とかで、あなたのチケットはA の3番ですよって言われちゃうとね、え、 A の3番ですかってこっち思っちゃうんですけど、実はインドネシア語ではこっちの A になる。こういうのがね、ありますんで十分気をつけてください。で次にこれね、英語を習ってる人なんか発音できると思うんですけど、 M と N、 M と N、 ちょっと日本語式に調べると M と N、 この違いについてこれも発音してもらいます。はい、 M、 はい、こちらは N、 はい、もう一度お願いします。M、 はい、N、 この違い分かりますか。聞き取れるんだけどうまく喋れないっていう人がいるかと思うんですけど、ここら辺もねちょっと難しいんで、また時間があったら連絡、勉強してみてください。そして特に難しいのがこちらになります。はい、 L、 はい、R、 分かります。日本人だとこれ R って読んじゃうんですけど、 R じゃなくて R、はい、巻き舌になるんです。ですのでね、この L と R のこの違い、これうまく発音できたら結構インドネシア語うまいねって言われるんです。これがやっぱ難しいということで、特に巻き舌ができない人がいるんでなかなか難しいんです。じゃあもう一回いきましょう。はい、L、 はい、R、 聞いてて違い分かったら立派だと思います。はい、そしてですね、最高に難しいのがこの字です。で、実はこの字、普通に読むと A、 もう日本人だと A、 A って聞こえるんですけど、実はこれ2つの読み方があります。で、ちょっと単語で示しますね。まずこちら、エナ、エナ、エナっていうのはおいしいとか、気持ちいいって意味なんですけど、これはエナ、エで始まります。で、同じ E を使うこれですね、うんぱ、はい、もう一度、うんぱ、4っていう意味ですけど、これはアンパ。だから同じこの字ですね、 E でも A って発音と U って発音があると。で、このね、ウンパットの
ううっていう発音が日本人がちょっと聞き取れない、あと喋れないってことなんです。例えば、ベノアって土地があるんですけど、これベノアなのかブノアなのか、あるいはプリアタンってところもプリアタンっていう人もいれば、ペリアタンって言っちゃう人もいる。この違いってやっぱり日本人には非常に難しいと思います。ここら辺がね、もともとインドネシア語ってそんなに発音が難しくないですよって言われてるんですけど、こういうちょっと難しい発音の文字もあるってことを覚えておいてください。それでは、日本人が一番発音できないと思うこの単語、はい、タロール。もう一度タロール。これで卵っていう意味です。これちゃんと発音できますかね。もちろんお願いします。タロールね、僕はできません。僕が卵って言うと、え、テロンってナスが出てきちゃうんでね、ここら辺も十分練習してください。ということで今日はアルファベットの勉強をしました。では最後にもう一度頭からアーからZまで通しで、発音してもらいたいと思います。はい、よろしくお願いします。アー、ベー、チェー、デー、はい、エー、エフ、はい、ゲー、はい、ハー、はい、イー、はい、ジェー、はい、カー、はい、エル、はい、エム、はい、エン、はい、オ、はい、ペ、はい、キ、はい、エル、はい、エス、はい、テ、はい、ウ、はい、フェ、はい、ウェ、はい、エクス、はい、イェ、はい、ゼット、はい、ということでした。何回もねこの動画見直してちょっとこの発音ね練習していただければ、すごいインドネシア語がきれいに、話せる、聞けると思います。ということで今回の動画は以上とさせていただきたいと思います。今回の動画が面白かったよ、役に立ってよということでしたら、グッドボタン、高評価お願いいたします。また私こうやってバリ島インドネシアの情報いろいろアップしております。よろしかったらチャンネル登録もお願いいたします。 Facebook、Twitter もやっております。こちらのフォローもお待ちしております。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。はい、さよなら。